さあ本日も先頭で上がってきました。今日も頑張りましょう。いいよ、島。いいか、いいよ。はい、島。1本目。勇気、インパクトの部分ね。OK。強くだよ。いいよ。もう潰ったんだよね、彼女の歌ぐらい。足首とさね、足首としっかり前方向に切り替えていくようにね。横じゃないぞ。 OK。 はいよ。なんでそんな足ブルブルなの。腰開きすぎ。あーどう左足外傷とにかく。鍋ちゃん。今日は徹底的に左足外傷。ニュートラルをしっかり多めに乗りたいんだ。当然右ぐらい。なんかそう、俺あれと思ってさ。だって行ったんじゃないの？そう。変な小学生みたいな外傾やめろ。はい、変な。外傾角みたいな。そう。くの字みたいなやめろよ。しっかり整体して乗って、ちょっと曲がる。メイカレン1本目。後半ちょっとだけ後ろに登ってる。前半はいいよ。はい、ユはい、そのそう、強くそこにカザーのいつものはい、はい、高峰さん、初滑り。随分初滑り1本目だから消極的。はい、テル2本目。これ何 GS？ 曲がりすぎる。危ねえ。はい、2本目。勇気。そうね。お、アルペン選手らしいショットターミン。はい、よかった。うん、腰の高さはいいよ。はい、島2本目。よし、クレジオになったよ。はい、ゆいか2本目。スーパースターで、スーパースター。内側下げない。
やっぱり、ね、もうもはや両側内側になってた。テル、くの字いっぱい作ってしっかり曲がってごらん。わかった？いいよ。何その、コータそっくりの滑り方。はい、テル整備後真ん中、長く乗りすぎだ、真ん中長すぎ。はい、カレン整備後、潰さない、お腹潰さない、ほら腹潰すと重心内になるから。はい、味噌の整備後、神谷さん、ちょっと切り替えがもうちょいしっかり乗った方がいいですね。切り替えがちょっとあっさりしすぎて、重さなくさないように切り替えたい。勇気整備後、オッケー、やめていく方向ね、膝頭をしっかりフォーライン方向に向けながら切り替えていくように、上半身から動かないようにね。よっ、はい、尾形ちゃん、そうそうそう、島です、お願いします。はい、島もね、リングしっかり前出すのとインパクト、あと足首緩めないように膝頭をターン方向、次のターン方向向けながら切り替えね。よっ、あ、目線結構良くなった。切り替えです、お願いします。はい、ゆいか調子上がってきてるぞ。切り替える方向、膝頭のね向きと、あとはストックのリングをしっかり前出す。はいよ。はい、ゆいか整備後、ちょっと待ったね、ゆいか。はい、ななみ、こうなる。こうなっちゃうのね、ナナミ。出る、真ん中。全然限りよくなかった。はい、曲がんなくなりましたね、今度。いや、タイミングが全然。
ありがとうございます。こんぐらいでいいです。もうちょい曲がってほしい。ナベちゃん。はい、カーレン出まーす。はい、オッケー。みそのもうちょいしっかり踏み込みなさい。いい？外足の土踏まずしっかり押してスキーたーませて深いターンを意識してごらん。あった？はい。ちょっとあっさりしすぎだよ。はい、みその整備後2本目。深さはこれぐらいでいきたいんだけどさ、もうちょっと歯切れよくいきたいんだな。あと打ち越しの引き上げは意識できてるけど、胸の内向ちょっともう少し止めていいと思う。調子上がってきたんじゃない？どう？朝よりいい感じです。 OK、 もう一本取るよ。よっ、はい、勇気、整備後2本目。おー、いいね。ホールライン方向に落ちてきていいね。 OK、尾形ちゃんさ、もうちょっと肘の位置、体と近づけといて。少しあの肘張って、腰が開き始めてるから、もうちょっと両肘、体の近く置いとくように意識してごらん。ほら、もうちょい近く置いとく。もうちょい近くで。島です、お願いします。はい、島良くなってきてるよ。目線もね、真ん中しっかり置いて、インパクト、目線、今度は膝頭。いい？ターン後半に乗りすぎない。 OK ね。ゆいか、右外足、右外足ね、もうちょっと外腰下げて。いい？また内側低くなってきてるよ。内側を上げていくぐらいの気持ち。はい、ゆいか。ゆいか。左外側ね、変な外傾いらないから、もう積極的にもっとターン方向、目線もリードしてっていいよ。いい？頭の位置がちょっと外にありすぎ、左外側の時だから。ストックのリングをもっと左外側の時もっと内側入れるぐらい。意識をもう少し欲しいな。ちょっと縮こまりすぎだけど。良くなったんじゃない？もうちょい押せるだろう。はい、良くなった。渡辺くんがもうすぐ出るよ。以上エクササイズで。はい、お願いします。なべちゃん、どうやったの？でもスピーディーになってきたね。
これスキーが前半ずれなきゃもっといいな。お、ゴーグルがついてないって。これを前半にやる。高宮です。高宮さん、ちょっと切り替えちょっとスタンスにバタつきが出てきてるので、もうちょっとターンとターンつなぐ意識でいきたいですね。はい、もう一回いきましょう。ありがとうございます。これを前半でやる。はい、高宮さん、はい、勇気全体的にね、足の動きも上半身の動きも非常にマッチしてていいです。シャドによってしっかりターンコ変えるようにね、いいスピードが維持できるようなターンコしっかり意識してよ。はいよ、はい、勇気セリゴ3本目。おー、すごいまとまってきてる。早くも前行きすぎは注意ね。はい、島整備後3本目。はい、お、曲がるようになってきたぞ、テル。正解です、お願いします。はい、腕振り前後です。はい、ユイカまだ右谷足の方ね、もうちょっとストックのリングの先っぽターン方向向けてごらん。もうちょっと腰整体できるはずよ。はいよ、腰の高さは良かったよ、今のは。はいよ、はい、ユイカあら、よし。はい、腕振り前後で内足引き上げて、ちょっと見て上げすぎだもん。内足の股関節でこう引き上げるようにして、外スキーの軸を作って。はい、ユー、整備後3本目。ちょっと目線が入りすぎなんだな。もうちょい残せばスキー逃げにくくなるかなと思いますね。そうそう、そのまま行け。そう、反対。そう、あ、ちょっと良くなった。あ、ちょっと良くなったんじゃない。最初のやつ良かったよ。最初の何ターンかね。左外側だね、特にね。はい、2層の腕振りをした時に腕の打ち方を前に出してくる。内足首もうちょっと曲げたいな、しっかり。外はすごい入ってるわ、足首。ちょっとまだブーツに慣れてねえか。もうちょい内足首曲げたいな。はい、大丈夫です、お願いします。あのね、さっきの感じをもうちょいターン前半にやりたい。ターン前半にストックのリングが内側入っていくようにやってみて。はい、そう、はい、いいんじゃないですか。感触もいいでしょう。
画面めっちゃ浮きますけど、かわいい感じです。うん、あの浮いちゃうってことはちょっと山回り気味に。はい、勇気整備後3本目から入れてるね。川上選手ね。そうそう、お腹の方がいい。おっと、神さん良くなったっすよ。オッケーオッケーオッケー。ああ、これはいい。スタンス変わらないでいけるようになった。